イケメン入りまーす。どうも、超絶イケメンです。ちょこだね。出そうか迷ったんだけど、誰も見ねえから。まあ、一応出すけどね。うん。皆さん、新年明けまして、おめでとうございます。はい。ちょこだね。ちょっと今日クレーム動画なんだけど、やってくれましたね、皆さん。ことごとく私の夢を打ち砕いてくれました。うん。もう、かすりもしないってことはこのことだね。ほんと、かすりもしないっていう。うん、かすりもしないって言葉、よくね、聞くけど、俺自分で初めて使ったんだけど、かすりもしなかった。うん、300円渡ったりしないんだからね。はい。いやー、やってくれましたよ、ほんと。なんか、売り子のおばちゃんにね、言ったの。おばちゃん、俺さ、ほんと運がないんだよ、って。土底辺だから。でおばちゃん選んで、って言ったら、あれ、私も縁ない、私も運ないのよ、って言ってて、いやいやいや、俺よりあれでしょ、つってさ、選んでもらったら、もうこのざまですよ。ほんといねえんだ、おばちゃん。いやいやいや、そこはあってよ。いや、ないって言っててないってすごいよ、おばちゃん。まあいいや。別に責めないけどね。うん。俺が選ばしたんだから。はい。でね、なんだろう。思うけどさ、絶対当たんないよね、こういうのね、俺ね。宝くじなんて当たるわけないじゃんって言うかもしんないけど、でも俺ね、宝くじレベルの気違いとはね、散々出会ってんの。いや、そんなやつお前いるのって話して言われるレベルの、もう、とんでもない、スーパーミラクル気違いと散々知り合ってんの。それこそ宝くじ一等レベルの。あと、前後賞レベルもいたけど、お前ふざけんなよ。こっち当たるんならわかるよ。一等と前後賞。なんでスーパー気違いの一等と前後賞と当たるんだ、俺。いらねえよ、そんなやつ。神様さ、そろそろ仕事やって仕事。うん。なんだろう、仕事サボりすぎて、神様は。うん。しね、あんまね、ふざけやられちゃっても困るかな。ちょっとあんまふざけられちゃっても困る。笑えない。ちょっとレベルが、ジョークのつもりなんだろうけど、ちょっと笑えないよ。うん。まあ多分神様のことだから、多分秋葉原のね、エログッズコーナーのさ、そのポイントシステムがあったんだけど、貯めて出すって書いてあったんだ。秋葉原のエログッズ店のね、うん、ポイントを貯めて、その、割引できますみたいなの書いてあった。貯めて出すって書いてあった。それでしょ、多分。食べてるんでしょ、こうやって外しまくって。分かってっからもう、外しまくってからの、何、宝くじ、買った時にさ、一等と前後賞が当たっちゃったみたいな、あるんでしょ、控えてるんでしょ、分かってるよ、もう、このバカ。この気違い。この、発達障害、この野郎。人が悪いよ。性格悪いんだから。もう、このスケベ。ほんと性格悪い。うん。でも、引っ張りすぎ。引っ張りすぎだから、ちょっと。そろそろ頼む、今回は、出すとこ。うん、出すとこだった。今回は出すとこだよ。今だよ。ちょっと、タイミング、ちょっと空気読めてないね。うん。もうそろそろね、お遊びは、しまいにしようや。ね。もうお遊び終わり。うん。ドラゴンボールで言ってたじゃん、ベジータとナッパがさ。それでは、お前たちの望み通り、ウォーミングアップはこの辺にするか。ぐぎー、いよいよ本番ってわけだって、ナッパも言ってたでしょ。うん、いよいよ本番ですよ。もういいから、お遊びは。いらないから、もう、いいから。仕事して。本気になって。うん。本当に、もういいから。うん、伸ばしすぎ。引っ張りすぎ。擦りすぎ。うん、もうみんな見飽きてんだよ、俺が底辺なの。うん、いいからもう。うん、見せて。本気。あんたの本気見せて。うん、このスケベ。はい、ということでね。宝くじね、かすりもしなかった。ふざけんじゃねえよ。何がクリエルシーんだよ。ボケって。ということでね。今年1年、またね、よろしくお願いします。はい、じゃあな。